カルミンは株式会社明治から発売されていた清涼菓子である。1921年に発売が開始されており、同社のロングセラー商品の一つであった。炭酸カルシウムが配合された白色のミント状好みであり、表面には MS の文字が刻印されている。商品名はカルシウム、ミントに由来しており、着色料のカルミンとは無関係。 1921年に東京菓子株式会社から発売され、宣伝にはハロルドロイドが起用された。1925年にココアカルミン、1928年にパパイアカルミン、1932年にはチェリーカルミンが発売されており、一時期はストロベリーミントのイチゴカルミンも存在していた。ある時期より明治製菓シンガポールにて製造されるようになり、 明治聖火は日本での輸入元となっている。2009年3月にリニューアル発売され、同時にイチゴ味のカルミンイチゴを新たに発売したのに続き、同年、明治聖火と明治乳業の経営統合により、明治のロゴマークを CI 仕様に切り替えた。大正時代から発売されていた菓子では、息の長いロングセラー商品であったが、2015年3月末をもって、 生産を終了。発売から94年の歴史に幕を下ろした。ありがとうございます。